頭皮とは、前が、顔面、側面と後ろが首に接するものとして解剖学的に定義される領域である。頭皮は五層からなると、通常は説明され、おののは、スカルプという語呂合わせで覚えられる。臨床上重要な層は剣幕である。頭皮の裂傷がこの層に至ったということは、表層の固着性が失われ傷の割れ目が生じた、すなわち縫合が必要になったことを意味する。 これは7から10日後に抜死される非吸収性、方合糸を用い、単純な、あるいは垂直マットレス方合によって行われる。頭皮への血液供給は左右5体の動脈から行われる。うち3体は外形動脈から、2体は内形動脈からのものである。頭皮に分布する感覚、運動神経は以下の通りである。頭皮の神経分布は、 ゼットグラスという語呂合わせで覚えられる。すなわちザゴマティコテンパールナーブ、グレーターオクシパトルナーブ、デッサーオクシパトルナーブ、オーキアロテンパールナーブ、サプリトロクリアーナーブ、サプリアベトルナーブとなる。頭皮にリンパ節は存在しない。リンパ肺液は次回前へ、後リンパ節に運ばれる。頭皮は顔の美学的側面において重要な役割を果たす。 男性型脱毛症や男性型の薄毛は男性にとって共通の心配事である。これは投薬や植毛によって治療できるが効果には個人差がある。頭皮に厚みとたるみがある場合、加齢でよくあることだが、額は低く厚く深くシワがよることがある。全額部女シワ術はこれに対処することが狙いである。現在の植毛術はすべて 患者の既存の毛を使用する。手術の狙いは、それらの毛をできるだけ効果的に使うことである。この種の手術が最も適しているのは、即頭と後頭にまだ健康な髪が残っており、そこから髪を調達できる人である。髪の色、髪質、巻毛縮れ毛といった要因に基づき、望ましい美容上の仕上がりを実現するため、様々な技術が使われる。 最もよく使われる技術はマイクロ植毛法として知られるもので理由はそれが自然な仕上がりを生み出すからであるこの手法は笛法と同類だがやや旧式である複数の歯がついたナイフで提供部位から組織を切り取りその組織は顕微鏡でなく目視で小さな塊に切り分けられる手術が完了し回復する過程において頭皮の赤みが生じうる主な理由は その期間は移植が行われた頭皮の部位が通常より柔らかいからである。しかしこれは治療の当然の結果であり、形成月会はその点を患者に伝え、望ましい回復のため従うべき一連の指示を与えるだろう。それには氷で冷やしたり短期間運動を控えるといった内容が含まれる場合がある。頭皮は以下のような腫瘍の発達がよく起こる場所である。 ありがとうございます。